Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Hi guys, it's Elina. 皆さんこんにちは、エリナです。今日は皆さんと一緒にちょっと不思議なものを食べてみたいと思います。で、それは何かというと、先日こうアメリカ在住の方からお土産をいただいたんですけれども、それがねめちゃくちゃ可愛いんですよ。でね、こういうチャチャチャン。こういう感じで、これトフィーなんですけれども、もうね超可愛いですよね。こんなカラフルで、でね、これを皆さんと一緒に食べていきたいと思います。で、今回15種類もらったので、まあ少しずつかじりながらどれが一番美味しいのかっていうのをやりたいと思います。じゃあまず最初、はい、ヌマアインズ、これはラズベリーレモネードです。これね、すごいあのしましまで、ちょっとねもう最近暑くて溶けてきちゃってるんですけど、まあこんな感じでめっちゃ溶けちゃってる。一口いただきたいと思います。うん、なんかねちょっとしょっぱいんですね。少ししょっぱくてラズベリーとレモネードが混じったような味で、これはこれで美味しいです。2番目、これはコットンキャンディーです。綿飴ですね。アメリカって結構コットンキャンディーの味のお菓子多いですよね。これはこういう感じで渦巻きになってます。これめっちゃ美味しいです。これも少し後味しょっぱめですけど、いわゆる綿菓子そのものじゃなくて綿菓子味のお菓子っていう感じの味です。はい、ヌマートガイ、パッションフルーツ、あとパッションフルーツですね、ドイツ語で。めっちゃ溶けてる。パッションフルーツめっちゃ好きなんですけど、ちょっとしょっぱいのでこれはちょっと微妙です。これザクロです、ポムグレネット。いただきます。これもよくあるアメリカのすごい色のキャンディーの味がします。次、はい、ゴールデンペア、梨ですね。あ、これ美味しそう。私梨結構好きなんで美味しいと思います。いただきます。これめっちゃ美味しいです。なんか少しだけこうお塩を振ったみずみずしい梨っていう感じの味ですね。なんか全部しょっぱいのは意味があるのでしょうか。はい、ヌマゼックス、グレープ、ブドウです。グレープもめちゃくちゃ美味しいんですけど、まあ一言言うなら、このグレープは日本にあるグレープの味付けじゃなくて、アメリカのグレープのガムの味っていう感じですね。なんかこうアメリカの方が味が強いと思うので、そういう感じの味です。私はそういう濃い味嫌いじゃないです。お次はレモンメレンゲ。どんな味なんですかね、メレンゲって。レモンメレンゲって、いただきます。なんかちょっとバニラっぽくてレモンでっていう感じで、ちょっとキャンディーに近い味ですね。ヌマアクト、ショコラでチョコレート、いただきます。当たり前ですがチョコレートめっちゃ美味しいです。これはレッドベルベっていうやつなんですけど、何味だろう。食べてからお楽しみ。ココアの味がします。これもめっちゃ美味しい。やっぱチョコレートとかココアの味はめちゃくちゃ合いますね。ヌマチン、これはキーライム、ライムです。ライムって感じの味です。これはちょっと私はあんまり好きじゃないですね。はい、ヌマエル、バニラ、これ真っ白でね可愛いですね。やっぱここまで来て思ったのは、バニラ、チョコレート、ココアとかそういう味はすごくトフィーと相性がいいんですけど、このしょっぱいトフィーとはフルーツ系はなんかキャンディで食べたいなっていう感じの味ですね。で、次、ヌマツボフ、ピニャコラーダ。これはどうなんでしょうか。
想像がつきません。ココナッツとかそういう感じ、ココナッツパイナップルとかそういう南国系の味かな。ピナコラーダです。うん、あのカクテルのピニャコラーダ、まさにそのままっていう感じの味です。私はピニャコラーダよりはストロベリー大切りの方が好きなので、まあこれは普通かな。じゃあ次、これウォーターメロン、スイカです。うん、匂いがめっちゃスイカ。あ、どうでもいいけど急にスイカバーめっちゃ食べたくなった、この匂いで。これはすごいアロマが入ってて、ちょっと強すぎるぐらいのアロマですね、スイカが。なんかスイカのなんかろうそく食べてるみたいな。すいません。アメリカのお菓子ってたまに本当に味が濃すぎて、なんだろう、キャンディーとか本当になんか香水を食べているかのような、そういうことありませんか。ちょっと皆さんもしそういう経験あったらぜひコメント欄にお願いします。はい、ヌマフィアツェン、カラメル、カラメル。あ、これ絶対美味しいやつですね。あんま溶けてないし、いただきます。はい、美味しいです。うん、めっちゃ美味しいね。トフィーってやっぱりキャラメル、チョコレート、バニラ、そういう系の味にすごく相性が良くて、その中でもやっぱりキャラメルとは相性が抜群にいいですね。やっぱ今まで食べたことあるトフィー大体キャラメル味だったので、これは間違いなく美味しいです。はい、最後こちらブルーベリーです。これもね、ちょっとアロマがきついかもしれません。はい、というわけで今回15種類全部食べ終わりました。まあ、こういう感じでメモしてたんですけど、15種類全部食べ終わりました。はい、ではトップ3発表したいと思います。ではまずナンバー3、じゃか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 じゃんじゃん、はい、コットンキャンディーです。こちらですね、こちら他の、フルーツ系とかの味は結構アロマが強くて、あんまり好きな味ではなかったというか、あんまりすごい大きな量を食べられないなっていう感じだったんですけど、このコットンキャンディーだけはすごくなんか懐かしい味で、トフィーにもすごく合っていたので、こちら3番目に選びました。じゃあ次2番目発表したいと思います。あ、じゃが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 じゃんじゃん、2番目はチョコレートとレッドベルベット、めちゃくちゃ迷うのでこちらどっちも入ります。はい、このレッドベルベットは何の味かなと思ったらココアの味みたいで、このチョコレートも普通にめちゃくちゃ美味しかったです。このトフィーのなんだろう、こうくちゃっていうあのテクスチャーにすごく合うのがこのチョコレートとレッドベルベットだったなって思います。で最後はチャカ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 チャンじゃん、一番最後はこちらのキャラメルです。やっぱね、トフィーにキャラメルはつきものというか、キャラメルとトフィーは絶対に裏切らないっていう感じですね。まあ予想通り美味しかったです。一つ注意点としては、かなりトフィーって伸びるテクスチャーで歯に詰まったりもするので、もしね歯に詰め物とかあと矯正とかしてる方は絶対に食べない方がいいと思います。私も小さい時一瞬矯正してたんですけど、その時キャラメルなんてもう絶対ブー、ガムもブーみたいな感じでだったので、まあ食べない方がいいと思います。私のお父さんはキャラメルをポーランドで食べて詰め物取れちゃったのでそういう方お気をつけください。はい、ちなみにこちらのトフィーはですね、Z チョコラートファッジっていうところのお店、サンフランシスコのお店で、ソルトウォータートフィーっていう名前のお菓子みたいです。でも今回ね、このいただいたサンフランシスコのトフィーめちゃくちゃ美味しくて、しかも色がねもう本当に可愛くてすごくおしゃれだったので、もしねサンフランシスコとかに行く機会がある方はぜひそこで買ってみてください。ちなみに私はアメリカで大好きなチョコレート屋さんはシーズキャンディーです。というわけでね、今回は珍しくドイツのものじゃなくて違う国のものを食べてご紹介してみました。
あのアメリカにアメリカのお菓子って結構食べる機会が多いと思うんですけれども、なんか普通に日本のスーパーとかでも買えたりして、でもやっぱりあの本場のねこういう可愛いやつを紹介してくださって本当に嬉しいなって思います。もしね皆さんの中でこのお菓子もちょっと挑戦してみてほしいとかそういうのがあればぜひぜひコメントでお願いします。なんかこうあまり食べるものに抵抗はないので、いろいろ挑戦したいと思います。はい、というわけで今日も最後まで見てくださってありがとうございました。もしこの動画が良かったらぜひいいね、そしてチャンネル登録お願いいたします。あとは最近 Twitter や Instagram もアクティブに更新しておりますので、そちらもフォローお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。 Vielen Dank! Bis nächstes Mal! Tschüss!